はい、えー、それでは、えー、令和三年の担当式試験監査論の回答速報を始めていきたいと思います、えー、担当はレック専任講師草坂です、えー、よろしくお願いいたします、えー、まずは皆さん本試験お疲れ様でした、えー、どうだったでしょうかね えまずね監査論については、えー、まあ内部でねいろいろ話したんですけれども合格ラインがね、えー、まあ大体このぐらいだろうっていうところをまず最初にえご案内して、えー、それでまあもちろんね、えー、それだけではないんですけれども他の科目とのね兼ね合いもありますけれども、まあ、監査論でこのぐらい取れてればよかったかなというところと難易度そしてまあ問題のね、えー 簡単にポイントを書く問題見ていきたいと思います、えー、詳細な解説とかですね分析はまたこの後、ねえーえー、来週以降やる分析会とかまあ、回答解説冊子に譲りたいと思いますはいでは皆さん気になっている合格の、えー、ラインとかですね難易度を見ていきたいと思いますが、えー、画面切り替えまして、えー、こんな感じですね で、えー、まあちょっとね監査ロの講師陣で、えー、今日はね、まあ、このコロナ禍っていうこともあって、えーまあズームでですね、えー、打ち合わせをしながら、えー、進めていったんですがあのー、正当可能性っていう意味では、えー、これ見ていただくとわかるんですが。 ちょっとまとめたのが下に書いてあって、えー、12問が正当可能性は高いと、まあ、実はですね、えー、内部で話したところ13問正当可能性高いいっっていう意見が大半だった,んですただ私がね個人的に独断と偏見でちょっとこれはね正当可能性中程度でいいんじゃないかなっていうところがあったので。えー 中程度の問題が7問。だから、あンサロンの講師の大方は、生徒可能性高いが13で、生徒可能性中が6って言っていたんですが、まあちょっと私は12と7。 で、正当可能性低い問題はね、1問なんですよ。で、これはね、やっぱり例年まれに見る、ね、えー、例年この、ここ数年の中でまれに見るう、正当可能性低い問題は最低でもやっぱり2問から3問ぐらい出る。ね、そして、正当可能性高い問題もですね、やっぱり10問超えてるっていうのは、かなりですね、難易度は、あのー、まあ、 問題自体の難易度はどうかっていうよりも、得点に結びつくかつかないかっていう意味では、ある程度取れたんじゃないかなっていうのが正直な感想ですね。なので、えー、これをですね、まあ大体、正当可能性高い問題は、えー、9割方取れてほしいっていう意味で、12問のうち10問から11問取ってほしい。中程度の7問についてはですね、まあ、6割程度当っててほしいということで、4問から5問当っててほしい。で、正当可能性低い問題はできなくていいです。 ということで、えー、合格ラインの予想ですよ。あくまでも予想です。で、えー、これも下にもね書いておきましたが、あくまでも会計士課のね予想、レック会計士科の予想であり、実際の合格ラインではないってことは、ご了承いただいた上で、15問、まあ75%程度必要だったんじゃないかな大体、だいたい監査論ね、6割とか6割5分っていうのが多い中で、7割を超えて7割5分取ってほしいっていう試験は、そうないですね。で、えー、まあ、これはね、裏を返せば、あの非常に受験生の,あの勉強が、 しっかり今まで勉強してきた方がのねが得点に、えー、反映しやすい問題ね皆さんの勉強の努力を得点に反映しやすい問題、えー、ということだったと思います。ですからまあ、この問題は、えー、今回ね試験を受けられた方はまあ,あの あとは、ね、もう試験発表までもう何とか考えずにあの論文の勉強を進めていただくしかないんですけども、えー、今度初めて受けるよっていう方がこの動画を見てくださってる場合にはあのとても参考になるね、えー、ここがこの問題を解ければいいんだと今回のこのね令和3年の担当式試験を目標に解けるようにするっていうことがねできるいい問題だと思いますのでぜひあの復習用教材とかね、えー、これからの,あの本試験に対策として教材として で、えー、具体的に、えー、一個一個ねな問題見ていきますが、まあ、ちょっとこの、えー、ごめんなさいちょっとアップしますが全部1問5点でですね正しいものを、えー 組組みみ合合わわせせね正しいものの組み合わせを選ぶ問題だったですで、えー、と問題1から見ていくと正当可能性の順序はこういうふうになってますが、えー、内容はですね、えー、今までの担当式試験とやっぱりそんな変わらなくて前半にね最初財務所要監査が出てきて会計士法金賞法会社法四半期レビューそして内部統制監査これはね1問の時と2問の時がありますが今回は2問出ましたね。で品質管理そして保証業務と ねいう形でまあ前半はだいたいこういう組み合わせですよねで後半は、えー、独立性とかまあこの監査基準のね前半の部分、えー、一般基準とかまあそういったようなところからのね近いところが出ますよね独立性会議審そして、えー 監査基準及び会計省上の守秘義務という形でね、この辺が出てると。で、その後からは結構ね、実施論の、あの、環境に関するようなところですよね。監査リスク、計画、監査手続き、経営者確認書、連結財務省の監査。まあ、これはね、グループ監査と来ないで、連結財務省の監査ってきたから、私はこれはちょっとドキッとしたんですが、で、実はこの問題18が、講師陣はみんな正当可能性高いって言ったんですけど、私が、えー、中じゃないかなと思ってね、ここでちょっと、あの、中にさせていただいています。 なので、えー、人によってはこれ、えー、正当可能性ここは高いよって思われる方もいるかもしれない。で、えー、問題19は正当可能性高い監査報告で最後不正リスク対応基準今回はね不正リスク対応基準めちゃくちゃ難しかったこれはできなくていいですね正当可能性低い。あということでねまああの全体はこんなになってます。じゃあ、まああのー、ちょっとね えー、もう皆さん一番聞きたいところは、このね、大体レックとしてどのぐらいなんだって、15問程度なんだって、ここだったと思うんですけども、ちょっと、あの、簡単に、えっ、ー、と、全体をね、見ていきたいと思います。はい。では、えっと、ちょっと画面引きますか。問題1ですね。えっと、財務省監査。で、えっと、まあ、あの、ちょっとね、今回の動画、あの、こういう簡単っていうね、問題と、まあ、あの、難しいってい問題は、まあ、あの、 明らかに簡単だとね。ま正答率は上がるしまあ、明らかに難しいと、あの正答率はね。下がるとまあ、それは当たり前なんですけどもで、あの今回みたいに75点取らなきゃいけないっていう時って実は辛いんですよね。ちょっとしたミスがあの75点をにいかないことになってしまうんで。あの？ テスト自体が簡単かっていうとそうじゃないと思うんですよね。やっぱ75%取るってね。どんなこんな本試験で75%って難しいですよ。ただ、あのやっぱ合格ラインに届くためにはやっぱりね。他の科目で噂ではね。あの他の科目難しかったっていうのも聞いてますんで、ちょっとね、えー、監査論はあんまり失敗できなかったかな？っていうのは正直なところでしょうね。なので、ちょっと厳しいコメントもね。あるかもしれないですけども、あの行きたいと思います。で、問題1はこれは取れないとダメですね。えー、こ,こ こ,こはもう今まで皆さん勉強してきた内容がそのままあの反映されてると思いますね。あ,あのこのねあの監査無限って適正意見によって経営者の責任が軽減されるわけがないのでもう「あ」は罰だと。ね、でまあ「い」は正しいですけども「う」ですねちょっとこれ難しかったかもしれないですけども「ねちょっとこれ難しかったかもしれないですけども「十分性適切性相互」に関連するのはいいですけども多くね入手すれば多くのアサーシンを裏付けることができるとこの因果関係がダメなんですよ。ね、多くても 保証,水あのまあ、証明力の、ね、低いものだったらあの意味がない逆に質の高いものだったら少なくてもいいよってことはあったと思うんですけども多くね入手すれば多くのアサシを裏付けるってこれは違いますんで「うが」が罰ということでねまああと「う」は×と、まあ、一方で「い」はね、えー、合理的な保証を得るっていうことや「えーと」のところで,ですね、えー、専門家としての判断の行使は、えー、監査手続き実施する段階に限られず、まあ、あらゆる段階でね監査人の判断っていうのは行使すると。 ということで、まあ、ここはぜひね、できてほしい問題でした。はい。では、次に、えっと、だ問題に、これもですね、やっぱり正当可能性高いんですね。ここもぜひね、今まで勉強をしっかりやってきた方はできてほしかったし、できるということですね。はい。で、えっと、まあ、あの、経営者の責任と監査人の責任で、ね、これが明確に区分されなくて、客観性が失われ、自己監査を防ぐためにね、二重責任の原則があると、まさにその通りと。 ということで,す、ね、で、えっ、ー、と、いはですね、これもね、もう講義であのはっきり言ってますね、えー、倫理規則は会計士協会が作ってるんで、えー、これ、企業会計審議会じゃないよと、パブリックセクター方式じゃなくて、プライベートセクター方式だということですね。 はい、で「う、えー」ウの「審査採用の根拠」これはこの間あの前回論文で出てますよねでやっぱ論文で出たものってこうやって出てくるんですよね「審査採用の根拠」4つこれはもう入門の話ですよねしっかりとあのその通りのことが書いてあると、ねえー、もうすごくあのいい問題ですよねで「絵、えー、のところでこの「監査リスクの説明」これもですねしっかりとリスクアプローチの時にね、えー、講義でもやってますよね、えー、この財務所要があって っっってててるるのに間違ってるって言っちゃうリスクは含まないんですよね財務省が間違ってるのに合ってるって言っちゃう無限定適正意見を出しちゃうそれが監査リスクだということなのでその両方を含まないので、まあ、これもできてほしかったということでねこれは「あとう」になります正解がねごめんなさい問題1は「イ、えー、とエですよ問題1は「イとえー」問題2は「あとう、ね」ということで、えー、答えになりますでは えっと、問題さん行きましょう。まあ、問題さんはね、ちょっと、あの、生徒可能性中程度だと思いますね。まあ、これは、えー、まあ、あの、ちょっとできてもできなくてもしょうがなかったかっていうところもありますけども、えっ、ー、と、まず、あのところはね、これはなんかね、最初、公認会計士の氏名の後にね、かん、えっ、ー、と、 監査証明業務および非監査証明業務を通じてって書いてあってあの実際の条文はこうじゃないんですよね。なので、えー、と監査証明業務と非監査証明業務を通じてっていうところではれと思ったと思うんですけどもただね、えー、投資者とか債権者の保護を図りもって国民経済の健全な発展に寄与することを示すと、えー、いうことでそこは合ってるし会計士の業務って、えー、会計書の2条ですよね2条1項と2項に、まあ、あの1項業務監査証明業務と2項がそれ以外の業務ということでね、えー、書いてあるので、まあ、監査証明業務 証明業務とそれ以外の業務を通じてということで「まあ」あはその通りということになりますよね。 はい、でえー、と「い」はねこれね実はねあ過去何度も本試験出てんですよで私もあの担当はね過去の本試験をしっかりやってくださいよってよく言っていたんですけどもそれをやってた方はできたと思いますね。えー、これはあの他の会計士がね登録抹消されたとかあの病気によってね業務を行えなくなった場合にしかもこれ限られるっていうのはやっぱり怪しいんですよね。えー、そうじゃなくて例えば合併により消滅したとかね、えー、そういったあ場合もですね、あのー、このね えー、単独監査が、ま、認められる場合があるってことなので「い」は×ということですね。で「う」はねこれ2年以内の業務停止か登録の抹し上いいですけども合わせてね課徴金の不命令があの行われることもあるのでいずれか1つっていうことがあの誤りということでした。で「え」のね、えー、指定有限責任者これは有限責任監査法人で「 あの指定された人ね。で、その,その指定されたあ業務のことを特定証明って言いますよね。有無限責任監査法人で指定された監査証明を特定証明と言いますけども、この時はね、その人、えー、指定有限責任者員、つまりその指定された人に関しては、えー、無限責任を生んだということでしたから、絵は正しいということで、まあこれも、あと絵が正しいし、いと U も罰だということで、えー、ただね、えーまあ、ちょっとですね、いのところが、まあ、あのー、そうは言っても難しかったとかね、U のところもやっぱりね、 ちょっとこれはんと悩んじゃうなというところもあるので、えー、まあ「絵は丸ってできたとして「あ」で迷っちゃって、えー、答えが出なかったという方もいると思います。まあ、それはねあの仕方ないので、えーとまあ、今後のね論文とかに、まあ、あの生かせる知識としてね、えー、しっかりこれは「あ」と「え」が正しくて「い」いと「うわ」は×なんだということは押さえておくといいと思います。はい、では問題4いきましょう。法ですで問題4も正当可能性中程度というふうに考えています。 はい。で、えっと、これ、あはね、正直ね、我々の中もね、あの、これ、えっと、いいですか、UFO に含まれる情報のうち、会計士または監査法人による監査証明の対象は、経理の状況に掲げられている全ての情報である。あの、正直に実務家の我々はですね、丸って一瞬思っちゃったんですね。でも、 これは、あの、厳密に言えばですね、監査報告書にも書いてある通り、あの、監査意見のところにね、経理の状況に掲げられている、貸借対処表とか損益計算書とか、そういったところについて監査を行ったということで、言っても経理の状況の中にある財務書表について監査を行っているんですで。実はね、経理の状況の一番上のところにね、あの、財務書表作成についてとかねえ、そういったちょっと文章が書いてあるんですよ。そこは財務書表じゃないのでえ、経理の状況の一番最初の冒頭の出題 私はね監査、えー、証明の対象じゃないってことになるんですね。だから、あの経理の状況に掲げられている。あくまでも財務諸表なんだということで。でもどうだろう。意外と受験生の方できたのかな？これ全てじゃないということになります。で、えっと胃、e、はね。もうこれはあのあの？ 主要な検討事項、カムの話で、これは不正リスク対応基準と適用対象全く一緒で、えー、禁止法に基づき開示が行われる、まあ社会的な影響がね、大きい会社だと。で、正しいの後を除くこともね、まあこういうところで細かいところで引っ掛けもなくてですね、これはい今その通りの選択肢と。で、えー、っと、うもね、新しい監査報告書をひな型しっかり見といていただいた方は、まさにね、えー、この、 監査役等もね、えー、かあの、えー、責任、まあ、すなわち、えー、財務報告にかかる過程を監視責任、監視する責任があるんだということが、監査報告書に書かれるということで、まあまあ、なんとか、まるできたかな。で、う、あの、ごめんなさい、えは、 これは林法ですよ臨時報告書これは監査証明不要だってうもう2回に1回ぐらい本試験出てますね、えー、でもこういう問題はね大事だから出てるんですしっかりとねあの押さえといてくださいねということで、えー、これとが答えと問題4ですなので、まあ、これもねいい問題4も、まあ、ちょっとですね「えっと、あ」のところとかねえー、っとまあそうですね「あ」とか「い、まあ」もはっきり覚えてなかったよとか「う」も悩んじゃったよって方もいると思うんで、まあ、これも一応正当可能性は中程度というふうに していますはい、で問題後の、えー、会社法ですね会社法でこれも、えー、これはねごめんなさい正当可能性が高いなんですねであの一見難しそうなんですよ「う」と「え」が。 ただ、なんで正当可能性が高いかっていうと、あと、いで、やっぱり切ってほしいんです。特に、あはね、えっ、ー、と、この会計監査人の任期っていうのは、これ、別段の決議がなされなかったら、定時総会でね、これはもう、あの、再任されたものと見なすわけで、定款に定めることが必要なんて、これ、どこでもそんなこと聞いてないですよね。これはないです。あと、事業報告。 ね、えー、事業報告及びその付属明細書。ね、えー、これ、計算書類の付属明細書じゃなくて、事業報告とその事業報告の付属明細書。これ、まあ、事業報告関連は、監査人の監査対象じゃない。もう、これもしっかりやってますんで、えっ、ー、と、うとえはね、まあ、正しいんですけど、これはちょっとね、えっ、ー、と、逆に、ん難しいかもしれないんですが、えっ、ー、と、なんで、うとえで考え込んじゃったら、 とすると試験のこのあごめんなさい。回答はなかなか難しいかもしれないですが、あと胃が絶対罰ということでね。まあ、それで正当可能性高いということで、うと絵を丸の6番にしていただきたかったということになります。はい、では問題6ですねえー。四半期レビュー、えっ、ー、とこれもね。正当可能性高いとしてます。ここなんかはもう講義なんかしっかり聞いてくださってた方はね。できたかなと思います。 まず、あのね、えー、この、四半期レビューであってもね、えー、年度の財務省を作るのと同じ会計帳簿、つまり二重帳簿じゃなくてね、しっかりと年度の財務省の作る会計帳簿から四半期財務省が作られてるということを確かめなきゃいけないっていうのは、もうこれよくね、言ってる話です。で、いのですね、えー、四半期レビューの分析は、これ、業種のね、えー、特性等を、あの、義務したきめ細かなレベルで分析しなさいって、しっかり書いてありましたよね、基準にね。なので、いは誤りとね。ね きめ細かなレベルまで「必要はないいっていう」のは誤りとで右のところもこれあのなんかいろいろあった時に追加的に分析的実証手続きこれ違いますよね四半期では実証手続きは要求されてないっていうことでしたなので「い,い」も「う」も×なのでねまあなんとか答えはね出してほしかったということですね。 で A はですねまあこれはあのー、適正に表示していないと信じさせる事項があったらこれはね、えー、除外事項を付した限定付き結論か否定的結論ということでまさに正しいということであと A が答えになるとねでした。では問題7内部統制が2問続きますね。 はい、で、えー、とこれ内部統制はどちらもね生徒可能性中程度ということでまあどっちか一問はねできてほしかったかなというとこですねで問題7と問題8ですが、まあ、問題7いきます。あはこれはいいですかね監査計画内部統制監査の監査計画は監査計画とね財務省法の監査の計画と別にこれは一緒の監査人がやるんでね効率的にやる、ね、内部統制のコストダウン、ねえー、内部統制監査のコストダウンを図るために一緒に策定するっていうのは通常ですから、えー、あは誤りということね。 で、なんかもこれもね効率的にやるためにその通りですよね、えー、内部統制のね、えー、妥当性について、えー、評価の妥当性について検討する際に、えー、財務省監査の過程において入手した監査証拠を利用当然できると双方利用できるということね。 で「う」はねちょっと迷っちゃった方も,もいるかもしれないですけどこれもね過去本試験実は出てるんですけどねあの内部統制監査の目的は内部統制の有効性の評価結果に対する意見を表明するまさに経営者が行った評価結果に対する意見を表明するので、えー、その評価結果をね利用する場合除き評価結果を評価方法を具体的に検討検証する必要はないとこれその通りなんですよ。 利用する場合、経営者が評価した評価結果を利用して、監査にも同じ結論だと、うん、経営者がしっかりやってるからね。だからその結論を利用しますよという場合は、もちろん、ね、評価ちゃんとやってるのかってことを具体的に検証する必要がありますが、経営者の評価結果を利用しない。 もう独自で監査人が評価するんだと、ね、そして経営者の評価結果に対して意見を言うんだっていう場合には別に経営者の評価方法なんていう具体的に検証する必要はありませんということで「うも正しいと」とちょっとここはねあの一応あのレックではやってるんですけどもあのまあちょっと難しいレベルの問題ではあります。一方えこれは誤りだって分かりますよね。監査人がね内部統制の構築について意見交換しちゃいけないなんてありえないですよね。指指導導機機能能ですよ指導機能 意見交換をしちゃいけないっていう場面って多分監査の中でどこでもないですよね。ということでえー、とまああとでなんとか切れた人は切れたんじゃないかなと思いますがやはりねあの、まあ、一筋縄でいかないということで中程度で問題8いきましょう内部統制監査に関するもう一問次の問題これも正当可能性は中程度なんですけれどもえっ、ー、とまあちょっとね見ていくと「あ」のところでですね「あの」のえっ、ー、と ここはまあ正しいんですねだからまあ他でちょっと切っていった方がいいんでしょうね。で「い」の、えー、サンプルを検証するって時に監査にはね自らサンプル選択しないこれは選択するっていうこと、ね、あのでしたよね。であと「う」もですね内部統制が不備複数存在する時にこれを潜在的な影響額についてここに ね、判断しそれぞれの不備が解示すべき重要な不備に該当しないかを検討するこれここにはもちろん判断するけどここだけじゃなくてねその複合してね内部統制のいろんなものをあの,の影響を考えてそれでもね、えー、例えば補完的にこの統制があるから大丈夫だ逆にあの複合的に判断しても内部統制の不備なんだと、ね、いうことでここに判断するだけじゃないので、まあ、ここもね、えー、誤りということが分かれば、まあ、あと絵はね絵、えー、なんか 是正措置についての記載が誤ってたとまあ是正措置についてもね記載がとにかく誤ってればこれはですね限定付き的政権除外事項を付した限定付き的政権、ね、表明することがありますよということになるのでまあ「うんあ」のところでちょっと難しかったかなっていうところから正当可能性は中程度にしてますが「意と「う」が×っていうことで切れた方はねそれでよかったと思います、はい、問題8はあと、A、になります。 で、えっと、問題の9に行きましょう。監査の品質管理ですね。えっと、品質管理については、これは正当可能性中なんですね。で、あは、これはまあ正しいんです。ね。これはもう基準そのまま、年に一度独立性についての確認書を入手しなきゃいけない。これやってたと思いますね。で、えっと、あと、う、UM、も、これはバツなんですけど、これ何度も過去本試験出てますよ、担当ね。あの、 監査責任者は、その、審査担当者にね、監査の業務実施中にあ、あの、同意してくれるかどうか確かめることはできない。これできるんですよ。ね。えー、審査担当者に、監査の業務の途中であってもね、えー、これは、あの、これでどうでしょうかっていうことは、もちろん確認できるので、うわ誤り。ね、これ過去出てます。あと、まあ、あとというか、ね、ごめんなさい。これで、このぐらいなんですよ。いとえは、ちょっと難しかったかもしれない。で、いは、 ね、えー、これ正しいんですね。で、えー、っと。 誠実性検討する際にね関与先の同業他社の第三者に対する質問により、えー、まあなかなかこれができるかどうかっていう問題はありますけれども誠実性に関する情報を入手することはできるとつまり質問ねしなきゃいけないって書いてるわけじゃなくて同業他社等のね第三者に質問でしかも同業他社だけじゃないんですよ第三者に対して質問することによって誠実性に関する情報を入手することができる単純に読めば正しいですよねこれは実は単純に読んでいい問題だし実はえー これね、品基法の一号の。 になのでまあ「い」がそのまま「丸できたらよかったかなと。で今度「え」ですね。え」も実はねだからこの問題問題 Q は監査の勉強あんましてない人の方ができたかもしれない常識的に考えるとね。えっ、ー、と「え」は監査事務所でねこの、まあ、いろいろ責任者に伝達する何、ね、か問題があった時に伝達するんだけども関連する監査責任者以外のものにその問題点不備を伝達する場合には具体的な監査業務を特定できるような事項を含めちゃいけないってありますが。 まあ監査同じ監査法人監査事務所の中で、えー、なんかね具体的な業務の内容を伏せるっていうことまでは求められてないんですね当然に同じ監査法人の中で知った業務っていうのはあの自分のね監査関わってない業務当然手、えー、義務を負いますしあのそういった基準ありましたよね、えー、自分が関わってない隣の監査チームのところからね漏れ伝えてきて 聞こえてくるあの何かね情報っていうのは当然守秘義務を負いますよっていうことはあの皆さん勉強済みだと思うんで、えーね、守秘義務当然あの同じ監査法人の中で、えー、知ってることはあの知っちゃったことはあの当然守秘義務を負うってことからすればわざわざねこのあえて具体的な監査業務を特定できるような事故を含めちゃいけないってここまでは規制されてないっていうふうに、まあ、判断できればよかったかなということで、えー、ならない、ね、この最後は罰と。 ということであと、e、になりますね、はい、でえっ、ー、ともう皆さんねお疲れのところであ,あるいは試験のね回答もあんまり聞きたくないやつところもあると思うので、まあ、ちょっと論文につながるような形で、えー、簡単にねポイントだけ、えー、いきますけども問題10です問題10正当可能性高いまあこれはちょっと保証業務なんで論文にもなかなかここの部分に関してはあのそこまで出るとは言えないですけども、ね、主題それ自体に関する責任は負わないんでしたよねあ,あはそれが誤りと。 で、えー、っと、いのね、これもよく担当で出てます。主題の性格はね、えー、これは、あ保証報告書。まあ、監査であれば監査報告書に記載することは求められてる。これもね、よく出てます。あとは、あの、うはね、まあ、ここは、あの、基準の適合性。そのね、保証業務における基準は、その基準が適合してるかどうかっていうことについて、 保証業務リスク監査で言えば監査リスクの水準に影響を受けるかっていうと全く関係ない話なのでここはねまあちょっと難しかったと思いますが罰なんですね影響を受けないと。でえー、っと絵のね限定的保証業務は合理的な保証業務の場合と比べて限定的だけども、えー、結論を報告する基礎としては十分な。 ね、保証水準を得ているとこれはよくやってる話で、まあ、十分に優位ななんていう言葉があるからちょっと難しく思いますけど別にこれは普通の話なので絵、うん、が丸ということでねまあここは絵もよく見てる話だし絵、e、もよくあの見てる話だと思うので意図絵これはできてほしかったかなというところです。はい、で、えー、っとじゃあ問題11のね独立性まあこれも生徒可能性高い問題でした。はいえー、っとあのねえー 監査契約に係かかる予備的な活動、まあ、監査契約を引き受けるかどうするかっていうとこに、時に、 独立性を含む関連する職業理に関する規定をちゃんと守れてるかな、ね、自分の監査法人、ね、これから監査業務を引き受けようとする時、えー、ときに、監査法人の内部の人がね、ちゃんと独立性に関する規定を守られてるかってことは当然調べないとね、えー、監査法人の内部の人があのこれから監査を、ね、しようとしている会社の株を大量に持ってるなんて言ったら監査は当然できないですからね、えー、ということです。 で、いは、あ、ごめんなさい、あはだから丸ね。で、いは、一見ね、なんだ、これ歴史が出たかと思って、うっと思うんですよ。なんか、これ以前はね、こんなこと規制された、でも、こんなこと知らなくていいんです。平成十年で改定削除された、こんなことも知らなくていいんです。これ、この後、環境の変化に合わせて、公正不変の態度を保持する局面が変更した。こんなことありえない話ですよね。公正不変の態度って精神的独立性。これは時代やね、ね、えー、国によって変わることのない、えー 絶対的普遍的なものだというところですよね。はい。なので意、e、は絶対誤りと。あとは倫理規則で外観的独立性にね関して限定して規定しているこれ嘘ですよね。でこれ前回の論文式試験で外観的独立性と精神的独立性の定義聞かれてますけどもあれもね倫理規則に書いてある定義しっかり書ければよかったというのが前回の去年の論文です。でえー、両方書いてあるってことはね。あのー まあいろんなところで、えー、学習されていると思います。これも誤りと、ね、で、えー、っと絵のところこれもそのままですよね。えー、独立で損なう利害や外観を呈することね、これはあのー。 その外観とか利害関係が心の状態に影響を及ぼす可能性があるんだということでもうまさにこれはね独立性の典型論点ということになりますぜひできてくほしかったということ問題十一ですでは問題中に行きましょう職業的廃棄心これもですねやっぱりね基本的な問題ぜひできてほしかった問題です、えー、あのところの経営者が誠実じゃないと想定してないですよね誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な立場だって話でした で、まあ、会議審を保持すること、いいわね。えー、これは、あ不適切な家庭を使用するリスクを抑えることに役立つ。まあ、これはまあその通りなんですね。で、うの、もう監査のあらゆる段階で職業的会議審を保持しなきゃいけないっていうのもその通りなんです。で、一方で、A 絶対罰ですよね。 監査人の過去の経験に基づいて会議室に保持する必要性を軽減できるともうこれ誤りだっていろんなところで出てきてると思います。なのでこれも絶対できてほしかった問題ということになります。 とということでね、もうすでに絶対できてほしいと、ねえー、ういう問題がかなり多いですよね今回ね、はいまあ、本当にね受験生の力が反映される、あのー、こういう問題ずっと出てほしいなと思うけど、まあ、受験生にとっては、ね、75点取んなきゃいけないっていうのはまあきついからだからそうなんですよねこういう問題でちゃんと勉強してると差が十分つくんでね、あのー もう本当にしっかりとあのいかに普段勉強してたかということに尽きると思います。ですでこれは「あ」と「い」が正しくて「あの、ね」の主要な検討事項のところは結構皆さん読んでたんじゃないかなと思うんですけども公共の利益だけじゃなくてね会企業とか社会の不利益についてもそれ比較考慮するんだっていう話はその通り。で「い、e」はねどうかなと思ったと思うんですここはちょっと三角で飛ばしてもよかったかなと思います。義、ねえーまあ、義務ははその意義は変わってないってとと 良さそううだなというといころで例えば交代時における引き継ぎのを行う場合のように主義義務の範囲や解除要件まあ確かにねこのカムの話でも解除要件明確になってきてるしえー、主義義務の範囲とかもねこれはあの監査人の交代とかね勘規法昔はなかったんでねそういうのができてより明確になってきてるってことで実はこれは正しい。ただね これはもう常識的にこれ考えましょう。ってところですよね。守秘義務はね、えー、特定社員に課されないとかですね、えー、使用人補助した人によってね。知り得た情報、えー、補助したことによってごめんなさい。知り得た秘密だから、あのー、監査業務を補助したことによってね。あのー、知り得た。秘密は会計処理場監査業務じゃないため。 えー、手は課されない,といそんなんだったらあの補助した人がいろいろ言いふらしちゃうってことになるのであのそんなわけはないだろうっていうことですよね。でこれを守秘義務は課されないなんて問題会計試験で、まあ、そこまであの本試験上思えなかったとは思いますけど会計試験でねこういうのは守秘義務課されませんよ丸になりますなんてそんな問題だ出ないですよね普通に考えてね。うん、なので、まあ、ここはなんとかね、えー、取ってほしかったかなと思います。 ははいでは問題14、監査リスクに関する問題、これはね、ちょっと中程度ですよ、あのこれはまあ、そんな簡単に絶対できるとは言えない、であのところのねあの、財務省全体レベルの重要な競技表示リスクについてね、えー、これについて、このリスク評価にすにあたり、影響を受ける可能性のあるアサーションを特定しない、これはこんなこと言ってないですよね、財務省全体レベルのリスクっていうのは、いろんなところに影響を与えますよ。だから特定でき できない、むしろできないのが、じゅ、ね、全体レベルのリスクなんだという発想ですよね。で、あと、いのね、えー、全体レベルの重要な競技表示リスク。これは、固有リスク、統制リスクの評価含まれない。これはいいですかね。アサーションレベルの重要な競技表示リスクを2つに分けるんでしたよね。だから、全体レベルについては2つに分けないということでした。はい。で、あとね、えー、ウのところも、これもですね、 あの、事業上のリスクね、えー、これをしっかり、あの、理解する目的は、重要な競技表示リスクを適切に識別する可能性を高めるためであって、すべての事業上のリスクを識別、評価する責任を負ってるわけじゃない。これはでも絶対正しい、よく見てる問題、も、ものだと思います。だから、まあ、意とで、丸にできちゃった方は、あも難しいかもしれないし、えもですね、あのー、まあ、事業上のリスクがね、全体レベルの重要な競技表示リスクに影響を与えることはないなんて、まあ、言えないだろうとは思えると思うんですけども、 まあちょっとねあのー、まあ、うん、そうだな絵は言えるかなバツだと言えるかなただから案が難しかったかもしれないっていうするとまあ伊藤が丸できた方はね正解、えー、できたかなというところですちょっとこれはもんあの正当可能性中程度ですねでえっ、ー、と問題15監査計画これは正当可能性高いにしていますでなぜかというとですねあのこの メンバーの能力時期人数も明確にするっていうところですけどもこれは予備的な活動じゃなくて基本的な方針の、ね、策定ですよ。っていうのはこの予備的な活動っていうのはそもそもね、えー、その監査を受けることが契約できるかどうかって話でそんな具体的な人数とかね監査を実施する時期ここの話じゃないんだということです。 で、あとね、えー、このリスク対応手続きを詳細な監査計画に先立って実施しなきゃいけない。こういう話は一切ないですよね、計画のところで。ね。えー、計画を必ずね詳細、詳細な監査計画の前に、あの、リスク対応手続きやっちゃいけないと、ね、いうことではなくて、えー、リスク対応手続きを詳細な監査計画作成する前にや、やることもある。まあ、ここはですね、この、えー、 過去にも似たような問題出てます。なので、まあ、ちょっとここね、うんと、あとい罰×。ね、なかなか、あの、まあ、あはできたかもしれない。いはちょっと悩んじゃった方はいるかもしれない。で、うですけども、えー、重要性の基準値ね、ちっちゃくする必要があるって言った場合には、ねえー、例えば1億を5000万にするんであれば、もともとですね、重要性の基準値1億だったら、あのー、例えばね、 えー、8,000万の競技表示って無視してもよかったでも需要性の基準値5,000万にしたら8,000万は無視しちゃいけないってことで、まあ、その意味でね、えー、リスク対応手続きの種類時期範囲の修正する必要があるかどうか判断しなきゃいけないまさに基準に書いてあってあの普段でもやってるとただあの必ずね修正するわけじゃなくて修正する必要があるかどうか判断しなきゃいけないっていところはねちょっと論文対策上もしっかり押さえておきましょう。はい で、えっ、ー、と、絵ですね。絵の、これ、まあ予備的な評価をね、継続企業の前提に関して経営者がしてないときに、なんで予備的な評価も行わずに、継続企業前提で財務省を作ってんのか、その根拠について協議する。これもそのままありましたよね。だから、まあね、ちょっと問題15も実はね、あの、生徒可能性高いってなってますけど、私はそんなにこれ確実にできるかなっていうのは、ちょっと微妙ですね。あはまあできたとしても、いも、 うんなかなかちょっと実務的には当たり前なんですけど、受験生の目線からすると意はちょっと難しいかもしれないし、えっ、ー、と、うだってね、修正しなきゃいけないと思っちゃった方もいるかもしれない。ねえー、なので、えー、っと、まあ、絵はねと、意外とこれは逆に見てるんですけど、なんで、15はちょっと正当可能性高いですって言ってますけども、まあ、中程度と思っていただいてもいいかなと思います。 はい、で問題16これはね正当可能性が高いっなってますね。で問題16の「あ」のところですけども監査人はまあよく知れない事態により実地直しの立ち会いを実施することができない場合には大々的な監査手続き実施とその通りとでそれには代替日での実地直しまたはその立ち会いは含まれないこれは、うん、と逆に何でって感じですよね。 うんと代わりの監査手続きって言った時に代わりの日でやるっていうのはこれは別に含まれるとなんかねなんか言葉の細かいところに惑わされなければよかったかないうことですよね。今なんかはまあこれ以外にもね本当にあにリモート棚卸し立ち会いとかね会計士協会がそういう言葉ちゃんと発表してますけども、まあ、そういうのもあったりねあのいろいろ大替的なあのコロナの影響で監査手続きありますけども、えー、例えばね、えー、じゃあクラスターが発生しゃって非監査会社でクラスターが発生しゃって、えー、この日3月10日に棚卸し 立ち会いをするのができなかったとでも2週間たってね、えー、3月の末には「棚卸し立ち会い」ができたということもあるかもしれないね。いうことでこれはまあ大体的な監査手続きということになります。はい、で今ねこれなんかちょっとぎょっとするんですけどもそのまま基準に書いたんですね観察は、うん、で行な観察で得た監査証拠はそのね観察をした時点に限定されるっていうのはそのままです基準通り。 であと「う」のね確認の回答についてはリスクを低いと評価することはできないこんなこと書いてないんですよね状況によるってことなんでリスクが低い場合も当然ありますんで「う」は誤りと。で「え」ですね A の、分析的実証手続きやる場合に、推定値とね、えー、計上された金額と、監査人の推定値との差に関して、追加的な調査を行わなくても、監査人を許容できる際の金額を決定しなくちゃいけない。まあ、これは講義でね、普通やってる話なので、えっ、ー、と、ただ、意図、A はね、基準まんまなんですよ。だから、これは、まあ、今回の試験考えたときに、まあ、他の問題と比べてどうかっていうと、もう、絶対にできてくださいってわけじゃないけど、でもやっぱり、 意図絵で丸にできるかなっていうところですよね。なので、正当可能性高いにしてます。はい。で、えっと、問題十七の傾斜確認書です、えー。これも正当可能性高いんですね。もう、本当と、つらいですよね。ここまで正当可能性高いとね。はい。ただ、まあ、ね、問題としてはね、あの、はい、あの、力になる問題ですね。えー、これから受験される方は、しっかりとね、あの、一問一問、しっかりとできるように復習していただきたいです。 はい。あのところの、えっと、経営者確認書には、あ監査人の財務省に対する意見表明責任は、これは記載されないんです。であくまでも経営者に宣言してほしいことをですね、監査人が草案を書くものなので、これは経営者から監査人に対する書簡なのでね、えー、これはその通りと。で、いのところですよね、禁止法と会社法監査を実施、両方やっているときはね、えー 一つの経営者確認書だけを入手すればいいこれは罰なんですよ。でこれは監査報告書ごとです。でも勉強の内容を思い出していただくとそう思えると思うんです。監査報告書を、ねえー、入手する出す前に発行する前に必ず経営者確認書を入手しなきゃいけない。経営者確認書を入手したらその後すぐ10秒後でもいいですけどもそれと引き換えに監査報告書を出すということになります。でか 会社法はね通常5月末とかに会社法の監査報告書が出て、えー、6月の後半に禁書法の監査報告書が出るといった時に、あのー、例えばね両方一緒の経営者確認書だとした時に、えー、このね あの例えばじゃあ金賞法の時に経営者確認書を1枚もらうからいいやってことはならないですよね。だって会社法の監査報告書の日付よりも前にもらわなきゃいけないから。ということでいろんな知識を複合するとまああのいいは罰か×罰だってことがわかるかなと思います。まあそこまでねちょっと考えられなかったよって方もいると思いますがこれは監査報告書ごと。 で、えっ、ー、と、うのね、経営者の責任を果たした旨の確認が得られない場合は意見不表明だっていうのは、これもその通りなので、まあ、あと、う、丸にできたかなと。あとは、絵ですね。絵で、絵は絶対罰ですよ。経営者確認書を入手することによって、他の監査証拠を保管して無限定的政権表明できないですね。あの、ある特定の監査予定について、 えー、監査手続きをできないので経営者確認書をもらうってこれはそういうふうな補い方はできない、ねえー、他の得るべき監査証減らすことはでできないんでした、ね、通常得るべき監査証拠を得た上で最後にねダメ押しで経営者確認書で同意をしてもらうっていう位置づけなので、えー、これもねまあそうですねここももう正当可能性高い中ではどうかっていうと高い中ではまあそんなね あの絶対できなきゃいけないっていうぐらい高いってわけではないですがまあ正当可能性高い12問のうち、まあ、10問から、えー、11問できてほしいっていうところでするとまああの万が一落としちゃう方もねあのしょうがないかなっていうところではあると思いますね。はい、では問題18、まあ、これはえっ、ー、と私はね正当可能性中程度だと思います。はいでえー、とただ一方で 高いっていう意見もあるので、まあちょっとね見ていきますが、まずね、あのところでこれ、連結財務省の監査っていうタイトルで、まあ、いきなりグループ監査じゃないなっていうのをドキッとするんですが、で、重要な連結子会社とかって書いてあって、うん重要な連結子会社って関係法にどっか書いてあったっけと思うんですけど、書いてないですよ。ね。だから難しいですよ、これ。ね。重要な構成単位のことですよ。 なここはね、これ本試験っぽいですよね。重要な構成単位のことです。で、構成単位だってちゃんと思えればね、個別の財務的重要性があるのと、特権リスク、連結財務省に特権リスク、ねえー、があるような、えー、連結子会社ということで、まあ正しいって分かるんですけど、ちょっとドキッとしますよね、これね。で、えー、それが分かってればですね、あのー、重要な構成単位についてね、えー 監監査査をしなななきゃゃいいいけけって監査だけじゃないですよね重要な構成単位で確かに個別の財務的重要性を有する重要な構成単位については監査ですけれども、ねえー、このそうじゃない特権リスクがある可能性があるってことであればこれはね監査とか特定の監査手続きとか特定のね監査あの特定の勘定科目の監査あるいは特定の監査手続きといって監査に限定されないので意は誤りということになります。で 呉、えっと、はね、まあ、これは、あのここ難しかったと思うよ、一番ね。えー、で、これは、あのえー、重要な構成単位に対する、ね、作業の実施と財務省 連結財務省全体レベルでの分析的手続きの実施結果のみじゃないんでね、えー、これがまあちょっとのみじゃないっていうことがあの分かったかどうかというところですただ絵のところでね、えー、連結子会社の監査人が監査職業的専門家としての能力を有しているかどうかについて これ知ってる方ね懸念を抱いてる場合だったらそれはね克服できる場合があるっていうのは基準にあるんですよ。ただ重大な懸念がある場合はこれはもう依頼してはならないって話なのでまあここねちょっとそうですねあの絵はまあ丸っていうのができた方はそうですねっとあとはまあ「あ」は丸ってことはできると思うので。 へただ「い、えー」イは×にできたとしても「う」がちょっと難しいのでね、まあ、ここはうんと「あとう」にしちゃった方も結構多かったかなと思います、はい。なので中程度ということで、えー、思ってます。はい、で、えー、っと問題の19ね、えー、これは正当可能性が高いですよ。なぜならば「あ」のところでね、えー、この追記情報に関して正当な理由によらない会計方針年これはもう虚偽表示ですから、えー、っとこれは「 あの、あは誤りと。ね。それは追記情報にはなりませんよ、ということでした。あと、あの、主要な検討事項もね、関西意見の形成段階になって関西役党と協議する。これ違いますよね。意見の形成段階になっていきなりそうじゃなくて、もう最初からね、関西役党と常にコミュニケーションした項目の中のうちっていう話ですから、この意見の形成段階になってからコミュニケーションするなんて話はないんだということ。なので、まあ、これはもうね、うとえなっちゃいますよね。で、うは、 この監査報告書にね事務所の所在地を書くっていうのはもうこれ、えー、ここね、えー、2年ぐらいこう決まりましてそうなってますしあとは絵はね難しかったかもしれないですけどねまああと意、e、が×ってことで、えー、答えればよかったんですが絵のね、えー、中期事故に重要な未修正の競技表示があってその影響が利用者の財務省の理解に不可欠ってあると判断した場合この理解するのに不可欠っていうのはこれはですね影響が広範だってことなんですよ広い範囲にわたると。 ね、これはあの基準に環境にも書いてありますけれども理解するのに不可欠なものが間違ってるっていう場合はこれは影響が広範だと捉えて不適正意見ということでこれは正しいということになります。と、はい高いとしてますで最後これはもういいですね。ねえー、っと正徒可能性低い問題です。 でえー、っと不成立体育基準、ね、これ意外と正当感性高い時が多かったんですが「あの」であはねただ知っといてくださいこれ論文対策上もね経営者の説明に合理性がない、ねえー、この場合ね経営者の説明に合理性がないこれはあの虚偽表示の疑義があるものとして扱わなきゃいけないここはまあ正しいんですよ。これはねよく出てくるといえば出てくる。ただののとこころでねこの 内部通報を受けたと。まあ、従業員からのごめんなさい、通報を受けたと。この時に、会議士発揮して、不正による重要な虚偽表示の疑義に該当するか判断しなきゃいけない。これね、ちょっとね、難しいと思うんですけど、ここはね、短絡的すぎるんですね。つまり、 通報を受けたらまずね経営者に説明質問して説明を求めるんですそして追加的な監査手続きをやってそれでねその後に、えー、重要なね、えー、競技表示の疑義が、あのー、存在してないかどうかを判断するんであっていきなりですね通報を受けたら疑義に該当するかどうか判断これはちょっとね総称だということでこれは難しかったと思いますね。 はい、で、うは、これね、えー、っと、不正リスク対応基準18項なのかなえー、18項ですね。これのままなんですね。そのままなんです。えー、なので、まあ、うは、丸とこれもなかなか基準読んでた方。まあ、そうですね。だから、あとうが、不正リスク対応基準、ちゃんと読んでた方は、もしかしたらできたかもしれないけど、うん、まあ、イが難しかったのと、あとですね、えですね。えの、これ。 上場基準に定し得る状況これ不正リスク要因不正リスク要因があったからすぐにですね速やかに監査完了するための必要な手続きを協議しなきゃいけないなんてことはないのでまあちょっとね「い」も「え」も判断しづらいあと「う」が「丸だってことが万が一ね分かってればよかったですけどもこれ難しいということになります。 ということで、まあ、ざっとね、やってきて、あの、45分も経っちゃいましたが、やっぱりね、ここなんです。まあ、ちょっとね、えっと、正当可能性高いにした中には、やっぱり、今、改めてお伝えしてみると、うん、まあ、高いけど、高い中でも、ちょっとレベル感があるなっていう感じはありますが、まあ、ただね、えっ、ー、と、受験生の、この、合格ラインを考えたときには、やっぱりね、まあ、7割は取ってほしいし、えー、レックとしては7割5分ぐらい、ね、 まあ本当割5分でしょうねだからってじゃあ8割簡単に取れるかって言うとそうじゃないと思うんですよその5点はね非常に大きいと思うので7割5分分これはあの合格ととして十ななラインかなと思います、ねえーまあ、ちょっとね、えー、もうあの担当のことはねどの先生も言うと思うんですけども忘れてですねもう,あのもう論文ね、えー、あっという間に8月来てしまいますししかも今回担当はね一1回の担当で。 ね、ちょっとその1回だってことを考慮するって言ってますからやっぱり合格率は上がるでしょうからねもうあの何らですね雑音は耳に入れずにあのこれ一番悲惨なのはあの落ちたと思って遊んでて受かってた場合ですよそ,れその間のね1ヶ月間取り戻せないですからあの今回本当にあの合格率。 上がると思いますし、えー、点数はだからこそ、どうなるかわかんない。もう関西の、もしかしたら65ぐらいでね、えー、合格できるという可能性も十分あるかもしれないので。まあ、あの、あくまでも75五っていうのは参考としてですね。えー、ぜひ、この後、勉強をね、頑張っていただきたいと思います。はい、えー、それではね、えー、第、あのそそ、第何回ってないですね。令和三年の担当式試験。えーね、解説、解答速報、これで終わりにしたいと思います。えー、どうも、皆さん、お疲れ様でした。